こんにちは。ナナです。いよいよ始まった王位戦ですが、何か起きそうな予感を感じさせるほどに。豊橋周辺は30日から大雨でした。数々の記録を塗り替えてきた天才が中年の星と言われている最年長で、タイトル奪取した木村王位への戦いを占うような、そんな天気に。王位の心中を表しているようにも感じました。7月1日も会場周辺は雨。そういう中で、2日制の対局が幕を切りました。藤井聡太七段が木村一基王位に挑戦する。第61期王位戦七番勝負の第1局が1日、愛知県豊橋市ホテルアークリッシュ豊橋で行われ、前半戦の1日目を終えました。このホテルは、畳の部屋がないということで、チャペル音楽堂に、10畳ほどの畳を敷き、特別仕様の対局室をこしらえ対局が行われました。持ち時間は各8時間。対局は9時から始まり、お昼休憩を挟み18時に終了します。1日目はこの時間で終えて、この時点で手番の棋士が次の一手を封じ、2日目9時にその手で再開することになります。本局の立ち合い人は谷川九段。副立ち合い人は山崎八段。先手後手が決まる前に各先生方が大胆予想。まず、谷川九段は、矢倉、角換わり、相掛かりのどれかだと思いますけどね。では矢倉。根拠はありません。笑い。山崎八段は、木村王位が先手なら相掛かりでしょうか。藤井七段が先手なら角換わりが有力ですが、後手の木村王位が横歩取りに誘導するかもしれませんと予想。西尾七段は、木村王位は早めに自分の土俵に引き込みたいんじゃないでしょうか。シリーズのために対藤井戦で用意している作戦があると思いますけど、始まってからのお楽しみですね。木村王位が先手なら腰掛け銀を避けるんじゃないですか。相掛かりで深く研究なが得るかもしれません。藤井七段が先手だと、最近は矢倉が多いので矢倉ですかね。経験値が上がっていますし、今は忙しくて家でじっくり腰を据えて研究している時間はなさそうなので、早めに前例から離れる将棋になりそうです。最近私は中継を一ファンとして楽しむことが多く、正直よくわからないですが、と予想していました。結果的には、振り駒で、先手が藤井七段に決まり採用されたのは、山崎八段の予想が当たり、得意としている角換わり腰掛け銀でした。藤井七段はいつものように、少しお茶を口に含ませ、あと、初手に6歩と指しました。木村王位の今局までの今年度成績は、3勝0敗、1.000。通算成績は658勝380敗 0.634。 前夜祭で木村王位はタイトルを奪取した後の成績について振るわなかったことと吐露しており、タイトルを保持することの大変さを痛感したと言います。このタイトル戦でどう出るか期待したいところです。藤井七段の今年度成績は10勝1敗 0.909、通算成績は179勝33敗 0.844。 今局の対局解説は中村治九段と遠山六段。遠山六段は藤井七段の将棋について対局ごとにコラムを出して分析していますし、たまに解説担当として中継にも登場する棋士です。ただ中村九段は奈々が知る限りでは対局解説に登場してくれたのは初めてなのかな？思い出せないだけなのか。それにしても、中村九段の解説が素人でもわかる明快で的確な解説だったことに驚きました。こんなに棋士の気持ちを代弁しつつ、解説をしてくれる先生はあまり多くありません。そして、聞き手も、奈々が大好きな2人、武部さゆり女流四段と安食房子女流初段が担当。今回の対局で中村九段がとても印象的なコメントをしていますので紹介します。
38手目4四歩が波乱の一手です。通常はここで5二玉に寄ったりですね、出待ちをするんです。そうすると先手も玉を囲うような将棋が多いんですね。ここではいろいろな変化がある中で、こういう将棋は随分と過去指されているんですね。前例に反し、ここで木村大井は攻めてこいと4四歩を思い切って指したんですよ。これはコロナ休暇中、王位戦のために相当研究したってことですよ。この手は12分で指しているので、なおさら事前に考えてきた一手だということがわかるという内容の解説。これで藤井さんをやっつけるぞと思って指している一手です。いけると見た一手ですよ。木村さんらしいです。この一手見たら私ならばビビりますよ。だから私ならば相手の研究を外すために玉を引いたりしちゃいます。そういう意味で木村大井がこの一手にかけた思いが伝わってきます。それに対してこの手を藤井さんは何分で指してますか。安食さんが9分ですと答えると、中村九段はいや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 と笑いながら、これはすごいですね、木村大井が相当考えてきた手だってことは藤井さんにも伝わるわけですよ。この4四歩がどういうことかっていうのは、何十時間何百時間を費やして考えてきましたよという手なんですよ。もちろん藤井さんも今までも同じような形で過去指されてますし、当然深い研究もされていると思いますが、そういう木村大井の思いがわかると9分じゃつけないですよ。パッとついちゃう。やっぱりトップ中のトップですね。しかも初の2日制の対局ですよ。普通1時間考えてもいい局面です。それでも相手がどう攻めてきても大丈夫ってついたんですね。いやー、もうこの一手は自信しか感じない。それですぐに4五歩と指すって相当ですよね。受けて立ちますという姿勢ですからね。どういう形になっても大丈夫という藤井さんの自信を感じる一手。次の一手がすごかった。この将棋の命運をかけた一手、木村大井52手目92角。勝てば勝因、負ければ敗因となるほどの大きな一手。この手に対して藤井七段が7三歩成と指したところで、木村大井が封じ手としました。この封じ手はほぼ次の2つしかないんです。と中村九段、角で飛車を得るか7三金と取るかなんですが、封じ手は2九角成であってほしい。7三金では作戦負けになる。と、この局面の危うさを取ろ。これだとすぐには負けないけど、作戦負けと言わざるを得ない。気持ちとしては2九角成であってほしいと思いますと、中村九段はわかりやすく解説。この一手でも完璧ではないけど、少なくとも、この手じゃないとって感じの言い回し。この答えは明日9時にわかります。木村大井がどう考えているかが注目ですね。明日7三金だったらごめんなさいねって感じなんですけどね。と付け加え苦笑した中村九段ですが、とてもわかりやすい解説ありがとうございました。1日目の消費時間は藤井七段3時間57分。木村大井が3時間30分。ちなみに、山崎八段も中村九段と同じ局面を対局後次のように振り返っています。最近では珍しい同型の出だしから5二玉と前例の少ない戦いに木村大井が持ち込みました。5二玉の駒音は高かったですし、かなり研究されていたのが伺えます。藤井七段は攻め続け、木村大井が反撃に転じ、藤井七段がさらに踏み込んで封じ手の局面です。終盤に入りそうなところまで進み、緊張感があります。何度も修羅場をくぐってきた木村大井が藤井七段の攻めを受け止めるか、それとも藤井七段がそれさえも突破してしまうのか、水面下で戦いが続いていますと対局後吐露しています。最後に1日目を終えたところでの将棋ファンの声を
紹介して終わりにしたいと思います。将棋に関係ない話で申し訳ないのですが、藤井七段の和服の着こなしは素晴らしいですね。色、素材の組み合わせが絶妙。今回は夏にぴったりの色合いで涼やかささえ感じさせます。和服の良さを再認識しました。師匠と和服の所作を練習したエピソードもほっこりして好きです。将棋とは縁のなかった自分にとって、学生時代の将棋部を思い出すと地味なイメージがあったけど、近年の将棋界のニュースを見聞きしていると、戦いにおける師匠同士の巧みな駆け引きのように思えてワクワクする。どちらに軍配が上がるのかとても楽しみだ。1日目にしてすでに戦いの火蓋が切られてますから、短手数の勝負になりそうな予感。ただその分、明日は一手一手の進みは遅そう。評価値では藤井七段がやや優勢となってますね。解説の中村九段の話では、木村王位の自陣に打った角が勝敗を分ける手になりそうとのこと。最近の藤井七段の時間の使い方を見ていると、今日の時点で3時間くらい差がつかないか心配でしたが、そんなに差がなくて安心。さて、明日は木村王位の受けからの逆襲がなるかが見どころかなと思います。藤井聡太七段優勢のまま1日目が終わりましたね。早ければ明日の昼食休憩後に決着がつくのではないでしょうか。藤井聡太七段はすでに先の先まで読んでいると思う。木村王位は時間をかけてゆっくり指すだろう。しかし、何手で投了するか見ものだな。 AI では藤井くん優勢。解説者曰く、木村さんが角で飛車を取るか、金でと金を取るか、二択の場面で封じて、どちらが来るか、もしくは違う手があるのかまで想定したら、ずっと考えてしまいそう。持ち時間はまだ4時間もあるし、今夜はあまり考えすぎずにゆっくり休んで明日に備えてほしいな。木村さんには申し訳ありません。もう勝負になりません。残り3対局不戦負けという手もありますが、このように話しています。木村王位が激突するシリーズの大注目の開幕局、振り駒で先手となった藤井七段は得意戦型の角換わり腰掛け銀に誘導しました。1日目の午前中から駒がぶつかり、激しい主導権争いに。攻勢に出た藤井七段に対し、木村王位は遠見の角を設置。難解な局面になり、藤井七段は1時間36分の長考で一気に踏み込んでいく選択をしました。午後6時を迎え、木村王位が54手目を封じて1日目の対局が終わり、藤井七段にとって初めての経験となる封じ手になりました。8大棋戦のうち2日制の竜王戦、名人戦、王位戦、王将戦の4棋戦では封じ手が採用されています。1日目の最後に出番を持った側は、確定させた次の指し手を誰にも明かさないまま紙に記入し、封をして立ち会い人に手渡す。2日目の対局再開時に封書が開封され、指し手が明かされてから対局が再開される。封じ手がなければ出番を握った側が1日目から2日目までの対局中断中にも考慮し続けることができてしまうため、有利不利が生じるのを避けるために考案されました。今日も最後まで見ていただきありがとうございます。明日の対局に期待ですね。